はい、さん、こんにちは。中の人ゲーミング、中の人 A です。今回はね、10カ国以上の軍が使う迷彩服、マルチカムって知ってる？ということで、今回はね、マルチカムの紹介をしていきたいなというふうに思います。で、まずマルチカムとは何かというと、それはですね、アメリカのクレイプレシオンっていうね、そのエアフレームヘルメットとか、AVS のプレートキャリアとか、ああいうタクティカルギアを作ってる会社が作った、そういう迷彩の柄で、マルチカムっていうね、その名称の通り、この一つの柄だけで、いろんな環境とかね、いろんな状況で、高い迷彩効果を発揮するようにっていう、そういうふうに設計されてるという、そんな感じです。で、このマルチカムがですね、いわゆる ACU 迷彩、本当は ACU じゃないんですけど、いわゆる ACU 迷彩、ちゃんと言うその UCP のその後継として、2010年くらいからですね、米軍に使われ始めて、そこからね、ちょっといろんな大人の事情があったので、米軍のね、今の一番新しい柄のね、やつは OCP っていうね、マルチカムにそっくりで、若干違うっていう、そんな柄なんですが、何はともあれですね、マルチカムはこうして、ここ10年くらいでね、すごく汎用性の高い迷彩として登場してきたので、これは強いなっていう話になって、微妙にですね、各国に合わせてその仕様を変えたり変えなかったりしたやつが、イギリスとか、オーストラリア、ニュージーランドとか、ポーランドとかポルトガルでも使われてるし、今後はね、そのベルギーも、マルチカムにしていくらしいし、あと細かいところだと、ハンガリーとかジョージアとか、あとは今のウクライナなんかも多少は使ってるし、なんならですね、なんかロシアもね、最近はちょくちょくマルチカムを使ってるので、なんか訳がわからんというか、今バーっていう風に言っていったね、様々な国以外にも、その特殊部隊によるその限定的な仕様とかも含めると、なんか30カ国以上で使われてるとも言われてるので、なんかその正確な数とか、あとはその普及の程度、要は特殊部隊で使われてますって言っても2、3人しか使ってないのかどうなのかとか、そういう話とかあるので、そういう程度は正確によくわからないですよ。世界でね、最も普及している迷彩の柄というふうに言っても過言ではないのかなというふうに思います。で、ちなみに、そのマルチカムにはですね、他にもいろんな仕様があって、熱帯雨林とかジャングルでの使用を意識したマルチカムのトロピック、緑色のやつですね、マルチカムのトロピックとか、あとは砂漠とか山岳地帯で使うことを想定したマルチカムのアリッドかな、そういうやつとか、あとは、降雪地帯で使うマルチカムのアルパインですね、白いやつね、マルチカムアルパインとか、あとは警察向けのマルチカムのブラックなんかもあったりします。どれもね、かっこいいデザインというかね、おしゃれというかね、そういうやつですね。で、このマルチカムをね、見てて思うのは、20世紀っていうのはね、本当に自分の国で、日本も含め自分の国で、各国が迷彩服を作ってなんぼみたいな、そういう感じで、本当に何て言うんですかね、結構各国でその特色のある迷彩服っていうのが作られてたんですけど、今は本当にこのマルチカムが強くて。そのなんだろうな、光学迷彩が普及するみたいな、すごいパラダイムシフトみたいなのが起きない限り、マルチカムというか、このマルチカムみたいな迷彩っていうのが、今後も増えていくんじゃないかなというふうにも思うし、結果的に、そのなんだろうな、今のウクライナとロシアみたいに、その腕にマーカーを巻かないと敵か味方かわからないみたいな、そういうことが増えていくのかな、なんていうふうに思ったりもしますという。そんな感じです。はい、というわけでね、今回マルチカムの紹介でした。この動画ね、ふーんっていうふうに思っていただけたら、ぜひね、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。では次の動画でお会いしましょう。以上、中の人ゲーミング、中の人 A でした。